もうずっと昔のことと言えるかしら。東京の空襲が明けた朝、親を探していた小さな兄弟の思い出。母さんと一緒に燃えていった小さな坊や。兄ちゃん、昨日登った木だ。信州にゆかりの深い絵本画家、岩崎千尋。自身の戦争体験から作品を通して平和を訴えました。安曇野千尋美術館で開かれている企画展、子どもの皆様へ、みんな仲間よ。子どもを描き続けた千尋の視点から平和に思いを巡らせます。実は館内には至る所に問いが設定してあります、はい、その問いに対して答えはないんですね、はい、来てくださった方皆さんが考えていただきたいんです、はい、まるで平和のきっかけを見つけ出すかのように展示は始まります。サロン。子どもたちが18カ国の言葉でこんにちはと挨拶をしてくれます。プラストイテ、ロシア語ですかね。ロシア語ですか。平和についての展示っていうことなんで、はい、やっぱり一番最初挨拶からだよみたいな。そうですね、最初に人と人が出会った時に交わす言葉が挨拶ですよね、はい、確かに外国に旅行に行くとき、その国のこんにちはぐらいは勉強します。そうですよね、まあ、そこから世界が広がっていくっていう。そうですね、隣に来た子。主人公のちいちゃんが隣に引っ越してきた男の子と友達になるまでを描いています。あ、三輪車、子供がいるんだわ。ちいちゃんは友達が欲しいんです。最初はやっぱりこの男の子と女の子が、うん、そっぽを向き合ってるんですよね。人形ごっこだったら僕嫌だよ。そうなんです、うん、まあ、私だって遊んであげない、うん、まあ、それぞれがそれぞれの主張ってことですね。本当は仲良くなりたいっていう気持ちが根っこにはあるんだけど、はいはい、素直に一緒に遊べない。でこれがまあ、いろいろ場面が展開していくと、最後の方ではこの子たちが向き合っている場面に変わります。あ、本当だ、向き合ってますね。お母さん怒ってたでしょ、大丈夫さ、それより遊ぼうよと。あ、すごい、ここで最後に一緒に絵を描いてると仲良くなれば。この物語は岩崎千尋の子どもの頃の思い出がベースになっているんですね。で千尋が子どもの頃、幼かった頃っていうのはまだその第二次世界大戦が始まる前のつかの間の、まあ、平和だった時代でもあるの でその時の、まあ、楽しかった思い出、お隣の男の子と一緒に遊んだ思い出っていうのがこの中にはありまして、やっぱりこう千尋がこう平和だった豊かだったその子ども時代っていうのを重ねて描いている絵本なんですよ。千尋が18歳の頃、日中戦争が始まりました。第二次世界大戦では東京の空襲で家を焼かれました。疎開先の松本で終戦を迎えた時、26歳でした。千尋が描いた子供たち、その中に険しい表情の子がいます。戦火の中の子どもたちは、千尋が生前最後に制作した絵本、反戦と平和へのメッセージが込められています。赤いシクラメンのその透き通った花びらの中から、
死んでいったその子たちの瞳がささやく。私たちの一生はずっと戦争の中だけだった。岩崎千尋が書いた戦火の中の子供たち。ベトナム戦争に心を痛め、反戦と平和へのメッセージを込めました。子供たちご覧いただきますと、子供たちとは瞳を交わすことができないんですね。この子たちとはいくらこちらから見つめても見つめ返してくれないんですね。でその中に一点だけ大人が描かれている場面がこちらの炎の中の母と子という作品なんですけれども、千尋は生前に子供の隣にお母さんを描くんだったら自分には優しいお母さんしか描けないというふうにはっきり言っているんですけれども、やっぱりこの厳しい眼差しをした母親を描かないと自分が伝えたいことは伝えられないという思いでおそらく描いたのではないかなというふうに想像します。戦争への憤り、やっぱり子どもを暴力にさらすことへの深い憤りというのが表現されているように思います。この横にいるというか、この男の子は実は僕がモデルなんですね。で昔からこのポーズをすると可愛いって言われてて、今よりずっと昔可愛かったもんですからこれ僕の得意なポーズだったんです。松本武史さんは千尋の息子です。20代の頃、戦火の中の子供たちを母千尋と一緒に制作しました。当時、ベトナム戦争というのは初めてその見える戦争だったっていうか、テレビでその戦火の状態が伝わってくる、そういう時代でしたね。だから考えないわけにはいかなかったし、絵本が完成したおよそ1年後、千尋はがんで亡くなりました。ベトナム戦争は終わっていませんでした。で、この絵本を一緒に作ろうということで、実は戦争というものは何かと、第二次世界大戦とは何か、ベトナム戦争は何かということを僕が考えるだろうということを多分考えていて、そしてこれを一緒に作ろうという、そういうことを声をかけてきたんじゃないかなと今になってみると思います。安曇野千尋美術館では、地元の松川中学校の生徒がボランティア活動をしています。この日、平和を考えるワークショップを開きました。平和な時、平和じゃない時、それぞれの気持ちで平和の文字を書いてみます。ではグループでなぜそのように書いたかを伝え合いましょう。常になんかビクビクしてたり、ちょっと震えてたりみたいなことを、ちょっと平和じゃない時と思ったので、ちょっと平和の時は大きくて、すごいいろんなもの漠然としてるんですけど、でも何か平和なもの、大きなものがあって、平和じゃない時は平和をあえて話してというか、心がこう離れてしまった時とかをイメージしてこう書きました。こういう8月のこの時期にやっぱ平和についてまた改めて考えることができて非常に良かったと思います。常に平和を考えるっていう機会があるといいなと思いましたし、中学生がそういったことに積極的に取り組んでくれて、いい機会だったなというふうに思います、はい、平和に考えるっていうのが今一番大切かなっていう気がするので、ボランティアに参加しました。ワークショップやってみた感じたのは、自分も一緒にそういう平和について考えたりできるっていうのがすごく楽しかったし、知らない人と話してそれこそそこにも平和のヒントがあるんじゃないかなって思いました。
岩崎千尋が子どもの絵を描き始めるということの原点になっているのは戦争体験なんですね。すべてが未来だっていうのが子どもだと。でその子どもたちは親を失ったりとかしてものすごく悲しい目に遭った子どもたち、その子たちも戦争の犠牲者だった。でこの子たちが幸せであってほしいっていうのが千尋が子どもの絵を描き始めた原点だったと思います。